BTS メンバーのキムテヒョン、別名 V は最新のマイルストーンで OST の王様としての地位を固めました。2021年の K ドラマシリーズ Our Bell of the Summer の OST であるクリスマスツリーは世界最大の音楽ストリーミングプラットフォームである Spotify で2億回を超えました。テヒョンは曲のリリースから1年足らずでマイルストーンに到達しました。これによりクリスマスツリーがスウィートナイトに加わるため、彼は2つの OST でこれを達成した唯一の K-POP アーティストになります。防弾少年団のソロ曲シンギュラリティを含め、デビューアルバム発売前に3曲で2億曲がりを突破。クリスマスツリーは最近 Spotify ラッペットによって2022年に最もストリーミングされた男性 K-POP ソロソングおよび OST に選ばれました。また今年世界で最もストリーミングされた K-POP ソングとしてはタイトルを抜いて8位になりました。巨大なプロモーションを伴うトラックとシングル、タウヒュンの OST は過去3年間一貫して人気がありました。これは彼の深く落ち着いた声が K ドラマシリーズの重要なシーンで視聴者の感情を動かすのに最適であることを証明しています。